ランド・スペンサーはイングランドの詩人でエリザベス一世の時代に活躍した。下手職人ジョン・スペンサーを父に生まれる。アイルランドに赴任していた時にハイングランド暴動に遭遇した。妖精の女王が最も有名な作品である。少年期、ロンドンのマーチャント・テイラーズ・スクールで学んだスペンサーは、ケンブリッジ大学、ペンブルック・カレッジに小学生として入学を許可された。 1570年代、スペンサーはアイルランドに行くが、おそらく新しく赴任したアイルランド総督、アーサー・グレイに仕えていたものと思われる。1579年から1580年に起こった二度目のデズモンドの反乱では、スペンサーはイングランド軍に加わって戦った。反乱の制圧後、チューダー朝のアイルランド再征服があり、スペンサーは、 マンスター植民で没収された航空圏の土地を与えられた。同じ地域には、ウォルター・ローリーもいた。スペンサーは自作の死で宮廷での地位を得ることを希望し、妖精の女王を届けようと、ローリーに同伴して、宮廷を訪れた。しかし大胆にも、女王の第一秘書バーリー男爵、ウィリアム・セシルを敵に回したため、彼が作品の報奨として得たのは1591年の、 年金だけだった。その女子誌に対して100ポンドの報奨が提案されたとき、バーリー男爵は、たかが歌一つに、そこまでするのか、と言った。1590年代初期に、スペンサーは、A View of the Present State of Ireland と題された3文の、小論文を書いた。これは17世紀中頃に印刷物として、出版されるまで手書きのままだった。 スペンサーが生存中に印刷されなかったのは多分その先導的な内容が理由だろう。この小論文の主張は固有の言語や習慣が暴力によって破壊されるまでアイルランドがイングランドに完全に制圧されることはないだろうというものだった。1598年の9年戦争でスペンサーはアイルランド反乱軍によって家を追われた。北高区ドネレール近郊のキルコルマンにあった。 スペンサーの城は焼かれ、その火事でスペンサーの幼い子の一人が死んだ。地方の言い伝えによればスペンサーの妻も一緒に亡くなったという。北高区のブラックウォーター川を見下ろす岩の南のレニーにスペンサーは別の小作地を所有していた。跡地は現代でも見ることができる。そこから少し離れたところに地元ではスペンサーの多くとして知られる木があったが、 1960年代に落雷に破壊されてしまった。地元の言い伝えでは、その木の下でスペンサーは、妖精の女王の一部あるいは全部を執筆したということである。ビクトリア女王は、生前に行ったアイルランドの公式訪問で近隣のコンボモアハウスに滞在した際この木を訪れたとされる。翌1599年スペンサーは、ロンドンを訪れたが、そこで、 困窮のうちに亡くなった。46歳だった。スペンサーの棺は主人たちによって運ばれ、埋葬する時には涙と共に、棺の上にたくさんのペン、死を投げ込んだ。スペンサーは死の中でわざと古風な言葉遣いを用いた。それはジェフリー・チョーサーのカンタベリー物語のような昔の作品を彷彿とさせたが、チョーサーこそ彼が崇拝する人物だった。 スペンサーの祝婚歌は英語で書かれたこの様式を取る作品の中で最も称賛されているものである。この詩はスペンサーが若妻エリザベス・ボイルとの結婚式のために書かれたもので365行からなり、それは1年の日数に対応する。68の短い行は52週プラス12ヶ月式の合計である。 24のスタンザは1日の時間と構成時と対応している。スペンサーはスペンサー主体と呼ばれる特徴的な因文形式を妖精の女王を含むいくつかの作品で用いた。スタンザの主な因律は弱強語補格で、応印構成は ABABBCBCCC である。最後の行は6陰脚内子は強制を持つ6歩角である。このような行は アレクサンドランとして知られている。スペンサーの発明は、イタリアの死刑オッター・バリーマの影響を受けているのかも、知れない。オッター・バリーマとは、弱強後捕獲の八行からなり、王院構成は、アボバブックで、ルドビーコ・アリオストやドルクアト・タッソが使用した。他には、チョーサーなどが使った伝統的な中世の死刑、帝王陰律の影響も考えられる。帝王律は、 弱強後語捕獲からなる7行で、応印構成は、アバブックとなる。スペンサー以降、スペンサー主体は、ロバート・バーンズが、ザ・コッター、エス・サタデー・ナイトで使用したことが有名である。バーンズは、スコットランドを称賛していても、イングランドの死刑を使うことができたのがわかる。しかしその死後、スペンサー主体は使われなくなった。スペンサー主体が復活したのは1800年代に、 入ってからで、ジョージ・ゴードン・バイロンの、チャイルド・ハロルドの巡礼、ジョン・キー・イッツの、ザ・イブ・オブ・ストリート、アグネス・パーシー・ビッシュ・シェリーの、イスラムの反乱並びに、アディネーゼ、ウォルター・スコットの、ザ・ビジョン・オブ・ダン、ロードリックなどがある。スペンサー風ソネットは、ペトラルカ風ソネットとシェイクスピア風ソネットの両方の、要素を融合したものを元にしたソネットの形式である。王構成は、 アバブ bcbccdcda シェイクスピア風ソネットとは、サートマスはやっとにより持ち込まれ、サリーハク・ヘンリー・ハワードにより洗練され、シェイクスピアによって普及された3つの4行連と1つの2行連で、感覚的には、スペンサー風ソネットはそれに似ている。しかし、はじめの4行連の中で始められた主張や論点の後に結論が来るという点では、 ペトラルカ風ソネットにより似ている。なお、妖精の女王の翻訳に関しては、論考妖精の女王の本文と翻訳の間を参照。ありがとうございます。